極微ア目は、哺乳孔霊長目に分類されるア目。網膜の裏側に光を反射する膜がある。鼻孔が霊長目を除く、他の哺乳類と同様に、湾曲した切れ目状になる。鼻先は湿っていて、鼻の中央から上唇にかけて溝が入る。下顎の門子と剣子が串状になる。指跡には、扁平な爪があるが、孔子、 第二子のみ春状の爪があり毛づくろいに適していると考えられている。一方でアイアイは例外でくし派は,はなく指跡に鍵爪があり講師第一子のみに平爪がある。学名ストレップスリニーは古代ギリシャ語でねじられた曲がったのいがあるストレプトスと花のいがあるリスに由来する。和名は年比類と直訳されることもあったが1989年に 極花類と訳されるようになった。1918年にハプロヒゲの記載と合わせて、初めて霊長目を二分割する分類として用いられたが、当時はアモクではなかった。1953年にも霊長目を極花類に直花類とに分割する説が採用されたものの当時は定着しなかったが、1980年代以降になると採用される機会が増えるようになった。 霊長目をに分割する分類として、幻影ア目、プロシミとザルア目、アントロポイディアが存在したが、本ア目の構成は、メガネザル類を含まない競技の幻影ア目と一致する。ロリス型仕種ために分類されるトガを、ロリス状化ローラソイディアとして、キツネザル型仕種ために含める説もある。化石霊長類では、高気暁月新に出現したアダピス類、アダパフォームズが挙げられる。 以下の原生化の分類、和名は、日本モンキーセンター霊長類は名リストに従う。ただし、下目の和名については、川田らに従った。かつては、メガネザルを含めて、新ザルアモク以外の霊長類全体を原塩アモクに分類していた。その後、メガネザルは実際は、マザルに近いことが明らかになったため、霊長類は、極微アモクと直微アモクに分けられるようになった。 減塩は、現在の分類では、極微サルとメガネザルの総称ということになるが、正式な分類群としては使わない。しかし、一部には用語に混乱が見られ、極微猿、減塩と直微猿、マザルの混用が見られる。名前の、極花とは、鼻空が屈曲して尾光が左右に離れて、外側を向いていることを意味し、これは、鼻空がまっすぐで尾光が左右揃って、 前方内視下方を向いている磁気ビア木との相違点である。次のような夜行性動物特有の特徴を備えている。形態的には以下のように猿という言葉から一般的に連想される特徴とそうでない部分とが混在する。直ビア木はエルグロノラクトンオキシダーゼの活性が失われているためビタミン C を合成することができない。極ビア木は ビタミン C 合成酵素の活性が失われていない。自家ビアモクと極ビアモクの分岐と同時期の6300万年前に自家ビアモクのこの酵素活性が失われている。主に野郷性だが、マダガスカルではアバヒ属を除くインドリカなど中高性の種もいる。植物の葉、果実、昆虫などを食べるが、竹類や樹脂を主に食べる種もいる。ありがとうございます。